ベニューは、現代自動車が製造している、サブコンパクトクラスのクロスオーバー SUV。先進国向けの粉及び新興国向けのクレタの下に、位置し、韓国のキョンチャ企画に準拠するキャスパーが、登場するまでは、ヒュンダイ最小の SUV であった。社名のベニューは、英語で、開催地、会場を意味する。それまでヒュンダイの SUV の社名には、地名が採用されてきたが、 その慣例から外れる車種となった。わずか全長4メートルの車種であるが、安全性においては、フズの2020トップセーフティーピックを獲得している。2019年4月17日、ニューヨーク国際オートショーで発表された。北米使用車には、直列4気筒1.6リットルスマートストリーム G エンジンが搭載され、これにイベットが組み合わせられる。 当初は6速 MT もラインナップにあったが、販売不振でカタログから落とされた。韓国市場や2019年9月から発売を開始したオーストラリア市場では HC 型アクセントの投入が見合わせられたため、これらの国々でのラインナップではベニューがヒュンダイのエントリーモデルとなる。インド市用2019年5月6日、チェーン内工場で生産を開始し、21日に 発表された。インド仕様は、税制面で有利になるように全長は4メートル未満に、抑えられている。パワートレーンは、直列4気筒1.2リットルカッパ2エンジンと5速 MT のペア、直列3気筒1.0リットルカッパ 2T グリーと6速 MT、または7速 DCT のペア、直列4気筒1.5リットル U ディゼルエンジンと6速 MT のペアが設定される。2020年7月には1.0リットルターボ車に6速、i m t も新たに設定された。インドでのベニューの販売は好調で、予約受付開始から60日で5万台のバックオーダーを抱え、発売から6ヶ月で5万台以上を販売した。ありがとうございます。